こんにちは、塚口ガーデンの柴田です。今回はこれです。デルフィニウム、今回は爽やかなブルーの花を咲かせる切り花でもおなじみのデルフィニウムについてお伝えしたいと思います。今回もよろしくお願いいたします。まず育てる場所ですが、デルフィニウムは風通しの良い日当たりで育てます。日当たりが悪いと花のつきが悪くなります。またデルフィニウムは涼しい高原の湿地に育つ植物で、日本の夏の暑さには耐えられず枯れてしまいます。特に暖かい地方での夏越しは難しいようです。そのため最初からデルフィニウムは夏に枯れるものと決めて、日当たりに植えるのも一つの方法です。品種にもよりますが、夏に日陰になるような風通しの良い、涼しい木陰などで水やりを控えめにして育てますと夏越しできる場合もあります。一方、寒冷地では特に何もしなくても夏越しが可能で、年々株が大きくなりますが、寒冷地でも夏に西日が当たったり、株元に日が当たると枯れてしまうこともあります。そのため、そのような場合は日陰を作ったり、この株元をマルチングして暑さ対策をする必要があります。また、寒冷地でもあまり寒い地方では真冬に凍って枯れることがあります。そのため寒冷地では急激な温度変化を防ぐため、冬は腐葉土や藁で土を覆ってマルチングをされるのをお勧めします。水やりですが、鉢植えの場合、土が乾いたら水をこの鉢の底から出るまでたっぷりとやりますが、デルフィニウムに水をやるときは、この花に水がかかると花はしぼみやすくなりますので、花やこの茎にかからないようご注意が必要です。また梅雨以降は葉や茎に水がかかると濡れて傷みやすくなりますので、できるだけ雨がかからないようご注意ください。地植えの場合は植え付けの時にたっぷりと水をやった後、ひどい乾燥の時以外はほとんど後の水やりの必要はありません。肥料ですが、植える時に元肥として腐葉土などの堆肥と、このようなマグワンケイのような混ぜるタイプの緩効性の化成肥料を土に混ぜておきます。その後3月頃になって葉が展開し始めましたら、適度に希釈した液体肥料、またはこの緩効性の化成肥料を追肥として与えます。植え付け植え替えですが、品種にもよりますが、通常は小さい品種は鉢植え、大きな品種は地植えをします。デルフィニウムは水はけがよく、しかも適当な保水性のある土が適しています。市販の花の土でも十分育ちますが、配合されるのでしたら小粒の赤玉土6に腐葉土4ぐらいの配合度が適しています。植え付けの際の注意としましては、デルフィニウムはやや直根性ですので、植える際や移植の際はできるだけ根を傷めないよう気をつけます。またデルフィニウムは病気が出やすい植物ですので、地植えの場合、植え付けの際は以前に病気の出ていない場所に植えて、鉢植えの場合は古い土を使用しないことが大切です。植え付け植え替えの時期は10月から12月の初旬頃と3月から4月頃です。そして3月から5月の中旬頃、苗が出回ります。病害虫についてですが、春に葉や茎に白い子をかぶったようになるうどんこ病が出ることがあります。うどんこ病になったら、その部位は見つけたら早く切り捨てて処分をしてください。またデルフィニウムは土の際の部分が腐って、やがて全体が枯れる立ち枯れ病が出やすいので、くれぐれも古い土は使わないことが大切です。害虫ではヨトウムシやナメクジが発生して、この葉や花を食害されることがあります。ナメクジの駆除ですが、残ったビールのある程度入った缶をナメクジが来そうな場所に置いておきますと、ビールの香りに誘われて集まってきて、そして缶の中に入ってですね、
残ったビールに溺れて死にます。手入れについてですが、最初に咲いた花をそのまま放置しておきますと、種を作ろうとして最初の花の方に養分が行きます。そうしますと次の花が咲きにくくなりますので、最初の花は早めに花のこの根元から切り落として、切った花は切り花として楽しんでいただきます。そして脇から出てきている次のつぼみに養分を回してやることが大切です。暖かい地域ではデルフィニウムは早めに枯れてしまいますが、寒冷地では長い間次の花と咲きますので、その都度切り戻しをして切った花を切り花として楽しみます。また大きな種類の場合、デルフィニウムの茎は太く丈夫に見えますが、この茎の中は空洞です。そのため強い風で簡単に折れることがありますので、大きくなる品種の場合は支柱を立ててやる必要があります。最後にデルフィニウムの特徴について簡単にお伝えします。デルフィニウムの語源はギリシャ語のイルカ、デルフィス、英語のデルフィンから来ているようで、このつぼみの形がイルカに似ていることからのようです。デルフィニウムはもともと多年草ですが、日本の夏の暑さには耐えられないため、日本では一年草扱いになっております。決して夏越しはできないわけではありません。またデルフィニウムはアルカロイド系の一種であるデルフィニジンという毒が含まれているようです。そして食べますと下痢嘔吐を起こして、場合によっては命に関わることがありますので、ご注意ください。以上、今回はデルフィニウムについてお伝えしました。最後までご覧いただきありがとうございました。ご感想やご希望等ございましたらコメント欄よりお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。